上田隆一は日本のロボット研究者、東京大学博士、日本における確立ロボティクスの代表的人物の一人、シェルゲーの提唱者、千葉工業大学先進工学部未来ロボティクス学科、准教授。学生時代からロボカップ子則歩行ロボットリーグのチームアライボで活躍し、後にロボカップアットホームにも出場。 東京大学大学院工学系研究科助教、ユニバーサルシェルプログラミング研究所技術研究院、産業技術大学院大学助教を経て現職。USP ともの会会長、ロボカップ、日本委員会制会員、ジャパンオープン、実行委員会サッカー標準プラットフォームリーグ委員。2020年度日本機械学会教育賞受賞者。 富山県小部市出身。少年時代は、筒井安隆や安倍工房などの文学に親しむ。高校では囲碁を初めて、初段、富山県男子県代表も経験した。東京大学に進学し、上京。教養課程では麻雀に打ち込み、新振りでは、工学部精密機械工学科に配属される。2000年、学部4年時の卒業研究で、荒井、湯佐。 大田研究室に配属。2001年3月に学部を卒業し、東京大学大学院工学系、研究科精密機械工学専攻へ進学。一貫して、横井、湯浅、大田研究室に所属。2003年3月に、修士課程終了後は、博士課程へ進学するが、2004年4月から荒い、横井、大田研究室の助手に就任する。 2007年3月に論文博士で学位を取得し、2007年の時点で既婚、一時の父。ロボカップ2005世界大会における失速ロボットリーグの様子。この間、ソニーの IBO を用いるロボカップ失速ロボットリーグに出場する、チームアライボに参加。以後2007年の失速ロボットリーグ終了まで続け、IBO を題材に自律移動ロボットの事故位置推定や、 行動決定を研究した。上田は状態行動地図の作成に動的計画法を導入し、ベクトル量子化を用いて状態行動地図を大幅に圧縮。物体や事故の位置推定にパーティクルフィルテも試みた。ディータータフォックスパーティクルフィルタを事故位置推定に応用したモンティーカルロローカリゼーションを提案。ロボカップにも出場していた。なお学部4年時は、 ユアッサ・ヒデオの指導を受け、論文を半年間で詳しく読み込む勉強会にも参加して、難しい数学に対する体制をつけた。この頃、小林雄一の助言で、モンティ・カルロローカリゼーションを実装し、提案者のディーター・フォックスに感銘を受ける。2003年にはフォックスを訪問し、後に2005年に、フォックスが、セバスチャンス・ランラと表した、プロバブリスティック・ロボティクスを翻訳。 役本が2007年に出版されている。2009年には有限会社ユニバーサルシェルプログラミング研究所に技術研究員として転職。ユニケージ開発手法によるシステム開発やその普及活動に従事し NEDO の支援を受けたパイプライン計算機とユニケージによる高速情報処理技術の実用化のプロジェクトなどにも携わった。この間、 2009年5月に USP ともの会が発足し、上田は会長に就任。ソフトウェアデザインといった商業誌でも解説記事を執筆するようになり、シェルゲーを提唱するようになる。2013年8月、産業技術大学院大学産業技術研究科情報アーキテクチャ専攻の助教に就任。データベース利用における シェルスクリプトの利用法などを研究するとともに、ロボット研究も再開。ロボットの行動決定にパーティクルフィルタを適用し、プロバブリスティックフローコントロールメソッドを提案した。一方 USP ともの会では引き続き会長を務め、様々な活動に取り組んでいる。USP 研究所でも11月からアドバイザリーフェローを務め、2014年には、 中川幸子とロボカップアットホームの普及活動に取り組んだ。2015年9月、千葉工業大学工学部未来ロボティクス学科、准教授に就任。CIT ブレインズホームとして、ロボカップアットホームに出場しつつ、自律ロボットの空間認識や行動決定の同時学習について、研究を推進。教科学習なども取り入れ、パーティクルフィルターオンエピソードを提案する。 また、中川幸子の株式会社 RT が販売するラズベリーパイを用いたマイクロマウス教材について解説を執筆。ロズ環境での開発も交えて書籍化された。中川とはディープラーニングを用いた唐揚げの認識やマニピュレーションの研究にも取り組んでいる。さらに次著「紹介確率ロボティクス、Python による基礎アルゴリズムの実装を執筆し、 2019年に講談社から出版された。この書籍と、確立ロボティクスの翻訳、ウェブ上への教材の公開が評価され、2021年3月に日本機械学会教育賞を受賞した。また、2020年9月にオンライン開催された、学生向けの AWS ロボットデリバリーチャレンジに、上田研究室の3年生4名が出場し、第1回大会で優勝を飾った。 友情メンバーの池部隆幸と高橋修太は林原研究室の2名とともに翌2021年5月の大会にも出場し準優勝の成績を収めている。チームアライボの一員として上記連載以外にも技術評論者のソフトウェアデザインで不定期に記事を書いており C 級出版の雑誌ではといった記事が掲載されている。ありがとうございます。